ヘッドコーチと監督の禁断の恋？俺はダメな監督やな。うん。はっきり言うてチームのことなんかそっちのけでお前のこと考えてる。ドン様。監督、お疲れ生です。え、ちょ、お前それ、生はあかんわ。記念日にサプライズをする。何気ない日のプレゼント。毎日愛を伝える。はっきり言うて普通のことやろ。それは全部当たり前のことやんか。もう、結婚したい。栄光のあれ、絶賛公開中。よしよし、みえちゃんお前かわいいな。ちー、もうどんでんなんか知らない。ふんだ。あかん、平田ヘッドに嫌われてもうた。ちか、これどうすればいいと思う？必ず訪れる倦怠期に備え、なんでなんでと自分で考えられる状態を今から作っておいた方がいいんじゃないですか。あかん、こいつ何言ってるか分からへん。栄光のあれ、絶賛公開中。あれ、岡田監督は？岡田監督は？あ、いた。どうやったらタイガースに入れるんですかね。ドンのやつまた知らない男の子と喋ってる。もう大嫌い。試合後急に呼び出してすまんな。おん、今さら何？はっきり言うてお前と結婚したい。え、ドン様。ドンデンと平田ヘッドの濡れ場が見れちゃうかも。栄光のあれ、絶賛公開中。